入り口前の駐車場にはこのように大きな丸の形をしたモニュメントが目に映ってきますが、大阪市内最大級の病院を誇る大阪市立総合医療センターであります。宮古島区にある大阪市内最大級の病院になっていて、その丸型のモニュメントの奥には OMP タワーがあって、そしてホテルなどのマンションが立ち並んでいます。そして総合医療センター1階にはカフェがあって、その上がこのように大きな病棟になっていて、そのすぐ手前に総合医療センター前のバス停、いわゆる83号系統が止まるバス停があります。これが北側なんですが、そこから総合医療センターの正面を出て左側のところにもバス停があって、そこから45号系統が出ています。総合医療センターの正面を出て右に曲がってきて、最初は宮古島通り、いわゆる大阪メトロ谷松線沿いの方を進んできます。その先を東に進むと宮古島駅前になります。宮古島本通りの交差点、いわゆる大阪メトロ谷松線の宮古島駅前にあたります。多くの飲食店が立ち並ぶ一角で、そこから左に曲がると10系統、そして57号系統方面、森口車庫前方面なんですが、そこは行かずに45号系統が通る道路沿いを東へ進みます。そして宮古島駅の5号出入り口前には、宮古島区の史跡と旧跡の紹介があって、そしてその入り口の手前にこのようなものが置かれているんですね。実はこちらは農業用水門というところで、1925年、およそ100年前に大阪市土地区画整理事業の第1号として市街地の基盤設計のために事業が進められて、このようなですね、説明が書かれているということなんですね。ここで宮古島通りから離れて左の方に曲がり、宮古島本通り、このようにマンションが立ち並ぶ一角、今はもう宮古島北通りに入っているんですが、その住宅地を進んできます。そこから右へ曲がってきたんですが、右斜めに目を向けると宮古島警察署の庁舎が見えています。そして手前には泉屋のデイリーカナートがあって、この辺りもですね、車が多く通ってくるところになっていますので、ここは車を気遣いながら通っていくというところなんですね。左に右に、そしてさらに左へと曲がってきて、商店街の中へと入っていくんですが、そうすると左手には南側第二児童遊園が見えてくることになります。このように南東から北西へとつながってくる公園になっていて、シーソーとブランコ、そして小さな寺院があって、その奥にもまたシーソーがあって、滑り台、そして鉄棒などが置かれているようなんですね。そしてここで両方向通れる道路沿いの方へと出てきて、高倉町の方へと入ってきたことになります。宮古島中央商店街の北側のところで信号を渡らずに左へ曲がり、ちょうど高倉中学校を右に見ながら進んできます。そしてここからコミュニティ道路の方を北上する形で進むことになります。耳鼻咽喉科と歯科医院があるところの交差点で右へ曲がり、ここで美幸町の方へと入ってくることになります。右手に7階建て黄緑のような壁面がある市営住宅の前でまた左の方へと曲がります。そしてその先を進むと3階建ての一戸建てがあって、5階建ての市営住宅が左右に、そして左側の方にはまた高層の市営住宅があります。5階建ての中層が中心なんですが、3号館だけ7階建ての高層になっている、こちらが大阪市営の三幸住宅になります。
5号館前に大阪市営三木住宅の案内図があるんですが、今いるところがこの北側3から11号棟まであるんですけれども、実は1、2号館はさらに南側にあるんですね。5階建ての中層には、後にこうやってエレベーターの方が付けられているんですけれども、実はそのエレベーターの方が、三菱製の OEM という日立製造のエレベーターが使われているということなんですね。そこから左に曲がると、その先車が通ってきているんですが、ベルファ宮古島方面へと行くことができます。今回はこの道は行かず、北の方へと向かっていくんですが、そうすると左手に公園が見えてくることになります。こちらが三幸北児童遊園というところなんですね。このようなプレハブのゲートがあるんですけれども、右手に三幸北地蔵像があって、入ってくると左手にこのように遊具類がたくさん揃っている広場、そしてですね、このように緑の葉の屋根、藤井のものでしょうかね、休憩場所があって、そしてこのように広場が広がっているということなんですね。まもなく三幸住宅の周辺から後をしますが、そうすると北側には三幸第一コーポの建物が見えてきて、その先信号を渡って JR 大阪東線超東貨物線の高架下をくぐることになります。右手に3階建ての校舎、小学校の校舎を過ぎて、JR 大阪東線、上東貨物線の高架下を抜けていきます。ただこの高架下は高さが 1.9 メートルしかなく、私の身長が174なんですけれども、もう本当ギリギリの高さでですね、通り抜けるというところなんですね。ということは自転車は、背が高い方は、しゃがみながら通らなければいけないということなんですね。そして JR 大阪東線、上東貨物線の高架を抜けて、大阪市は旭区へと入ります。しばらく JR 大阪東線と並走する形、左を見ながら進んできたんですが、ここで右へ曲がり、サンベール旭公園ガーデンプラザがその右手にあります。そしてここかつてはですね、コーブだったとこなんですけれども、もうこのようにですね、門が閉められて工事柵がつけられて、もう誰も入っていない状況、まだ解体には至っておらず、まだ建物が残っているというところなんですね。すなわち旭区は高田野の方へと入ってきて、阪神高速12号森口線の南側を進んでいることになります。少しずつ咲き出してきているアジサイを見ながら、ここで左の方へと曲がり、橋に向かって登っていきます。高欄橋の方へと差し掛かってきて、ここで阪神高速12号森口線の高架をくぐり、そして白北川を渡っていくことになります。そこから直進していくと、下って育英交差点へ行くことになるんですが、今回ここ工事を行っているということで、ここは一旦白北川を右に見ながら進んでいくことになります。すなわち迂回とする形で進むということですね。白北川遊歩道になっていて、今いるところがこちらになっているんですが、 JR 大阪東線上東貨物線を抜けてきたところで、東友淵橋、大東橋、朝日江の橋、白北橋とつながってきて、その先今福南橋まで遊歩道が続いているということなんですね。そしてその案内図のすぐ右手に抜け道がありましたので、ここから抜けてきます。すなわち旭区は育英の方へ入ってきたことになります。83号系統が通る道路沿いを東へ進み、ちょうど旭
朝日警察署前の交差点、そして朝日警察署を右に見ながら、ここで白北筋へと入って菅原白北大橋、白北公園方面へと向かうことになります。そして左手には朝日産業会館2階建ての建物が見えてきて、産業会館と警察署の間の道路を白北筋を北へと向かいます。左の方に曲がると大阪市立育英小学校方面へ、そしてその先商店街を抜けて JR 白北公園通り駅方面へ行くことになります。左手にラーメン誠屋が見えてきて、徐々に菅原白北大橋への上りが近づいてきていることになります。そして牧老軒の建物を左に過ぎるところになります。朝日あったかバスの中宮3丁目のバス停を過ぎてきました。まあ、この道は朝日あったかバスでも北から南方面へと通ってくるのみがですね、通る道路なんですが、その先に菅原白北大橋自動車の進入口、坂道が見えてきて、そこから左の方を斜めに進んでまた直進へと進みます。そして白北公園前の交差点に差し掛かって、白北公園通りを横切って、このような花菖蒲がですね描かれている柱のところがあるんですが、白北公園に着くこととなります。そしてその先北に行くと菖蒲園があるんですね。上に菅原白北大橋がかかっているその右側、白北公園の菖蒲園の入り口前に着きました。ちょうどこちらでですね、植木市が行われていて、多くのですね花が売られている様子がうかがえるんですが、まあこの菖蒲園の方にはですね、本当に多くの方が訪れていらっしゃって、まあ、これからですね中に入っていこうという方が多いんですよね。そしてまあ東六川区が近いということで自転車で来られる方も多く、こうやって自転車置き場の方も置かれているということなんですね。まあ、朝から大にぎわいとなっている白北公園なんですけれども、まあ、6月にはこちらで白北公園フェスティバルが行われて、まあ、多くのですね方でにぎわいを見せるんですけれども、まあ、今回はですね総合医療センター前から、まあ、宮古島通りの方をまあ少し行って、まあ、住宅地を中心に歩いてきたわけなんですけれども、時間にして54分46秒、距離にして 3.78 キロ、消費が382キロカロリーなんですが、その歩数が5757歩、5757でですね揃ったわけなんですけれども、総合医療センターの方からまあこちらまででもですね、まあ、4キロはもうほぼほぼあると考えた方がいいかもしれないんですけれども、まあ、そこからですね、さまざまな道、まあ、住宅地の方を中心に歩いてきたわけですので、まあ、それだけ距離がかかってしまったということなんですけれどもね、まあ、なんといっても旭区の花が花菖蒲ということで、このように白北菖蒲園というですね、上りが上がっていて、まあ、そこからですね朝日あったかバス、あるいは大阪シティバスを使って多くの方がですね白北公園の方に立ち寄ってですね賑やかさを見せるというところなんですけれどもね、まあ、私もこれからですねちょっと菖蒲園を見て帰ろうというふうに思いますので、今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。